てよ、一人で行くんじゃねえ。もう少し、もう少しだよ、みんな。おい、本当にここで会ってんのかよ。間違いないわ。ほら、お守りが反応してるもの。ここは更衣室か。シャワーにロッカー。相変わらず気味の悪いところだぜ。特にロッカーとか、あんなもん絶対開けたくねえけどな。音がしなかったか。やだ、脅かすのやめてよ。終わり。プールか、嫌な場所だな。私はよく覚えていないけど、一度溺れたんだっけ。あんなのは二度とごめんだ。もう勘弁しろよ。私だって近寄りたくないけど。おい待てよ、一人で行くなんて。石が水の中を示してる。マジかよ、なんでそんなことわかんだよ。だってほら、石を水面の方に出すと揺れが大きくなるの。けどよ、こんな汚い水の中に入るのは無理だろ。抜けたみたいだ。行ってみるか。
あれ？なんだこりゃ。すごい。でもどうしてこんな。待てって言ってんだろ。ったくお前は。守りはここを指しているわ。ほら。何？嫌な予感がするぜ。逃げろ白滝。無理にしがみついたら二人とも溺れちまうからな。ったく、天神症で溺れた教訓から戻って泳ぎの練習しといてよかったぜ。なんだ、いくら泳いでも近づいてる気がしねえ。これは悪い夢かよ。嘘！
だけ。くっ、てめえ離せ。はじめまして、篠崎あゆみ。私は水木曲がり、マルトゥバの幹部よ。よかったわね、助かって。あなたが助けてくれたの？ありがとう。マルトゥバって、秘密結社のマルトゥバの墓よね。本当にあったんだ。それで、あなたは何者なの？なんで知ってるのよ、秘密なの。ああ、篠崎は都市伝説とかそういうのに詳しいからよ。私のおっぱい揉んだてめえはミストの次に殺すからな。ん？何言ってんだお前、揉んでねえだろ。違うからな、篠崎。じゃなくてよ、しがみついたのは悪かったが、こいつを守るためにどうしてもここに来る必要があったんだよ。もう守る必要もないわ、こんな。なんでお前にそんなこと言われなきゃなんねんだよ。あんた、ブックオブシャドウズ手に入れられなかったんだって。あんたなら涅槃を本に戻せるって聞いたから陰で助けてやってたのに。だってあれは騙されたから。本を得られなかった以上
あんたは無価値。結果が全てよ。無駄な努力だったわ。あっ、これが六鬼門の結晶ね。青だから慈悲のセフィラか。何者って私に聞いたよね。はじめまして。あんたの敵よ。あっ！おい！ヤゴウラのミストに従うのなら死を覚悟することね。これはもらっていくわ。待って！あちこちにある赤い文字を見ているだろ。お前たちが触れている呪いは想像を絶する。それ以上涅槃を刺激するな。呪い？何言ってんだお前。お願い返してそれ。あの野郎。なんてこと。どうしよう。どの道あいつをとっ捕まえない限り帰れねえんだ。篠崎は屋根のあるところで待ってろ。待ってよ岸沼君。私も行く。岸沼君、もうどこに行ったの。扉すごく怖い。え、あ、あれは、
ってるの。頑張ってるな。もうやだ、友達ともはぐれたし、早く帰りたい。たく、本当おめえはメンタルクソ弱だな。そんな言い方しなくったっていいじゃない。はいはい、残りはあと2本だろ。柱の封印を解くたびに涅槃のエネルギーが侵犯するのが分かるぞ。歩みが頑張ってるのを手に取るようにわかる。だけど一つ、マガリという女の子に取られてしまいました。水木マガリか。やつも当てが外れて泡を食ってやがるな。そう心配しなくても、俺たちと目的が同じなら残りの結晶欲しさにまた現れる。その時に取り戻せばいい。はい。ああ、だからそのまま進めろ。俺は今この学校の中心部にいるようだ。こっちはこっちでもう少し調べてみる。俺を信じろ。必ず出会える。一緒にここを出よう。頑張ります。いい子だ。一緒に現世に戻ろうな、アユミ。こんなとこでじいさんの写本が役に立つとはな。ブックオブシャドウ、もう俺が作ってる。